すげえげんなう2021年末スペシャル、イエーイ。さあ皆さんこんばんは。こんばんは。今年もやっちゃいますよ、この時期にね。すげえげんなう、はい、今年1年お世話になりました MC の大平正彦です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずトップバッターはこの方です。はい、北陸アイドル部のアクティブガールタツこと辰巳みくるです。はい、よろしくお願いします。まあ今日はね年末スペシャルということで、はい、ちょっとこう見てもらったら分かると思うんですけどもね、お店です。わー、やったー。去年はサブローベイさんでね、はい、ちょっとやらせていただきましたけれども、はい、今日はですね、金沢駅西にありますアイリッシュパブザウィーさんお邪魔しております、はい、ありがとうございます。はい、まあねちょっとおしゃれなところでもね、はい、サポーターの皆さんなんかももう試合の後とかも寄られてますよ、はい、そこでねやらせていただいてるんですけども、はい、ちょっとハラハラドキドキの1年間でしたけど、はい、そうですね。どうですか1年振り返って。1年最初はもうすごい順位も良くて、うん、イケイケどんどんな感じだったんですけど、ね、まあちょっと下がっちゃったりして、うんうん、毎週毎週ハラハラドキドキが止まんなくても早かったですね1年が、うん、なんかね皆さんもそうかも分かりませんけれども、うん、この杖源ナウが、はい、なんかちょっとイライラしている辻尾さんがいたりとか、うんね、はいはいはい、あとなんかちょっと空気感がどういうコメントしようかっていうのをちょっと悩んでみたりとかっていうの多なかった、うん、はい、そうですね。やっぱその試合によっての空気感っていうか、ね、うんうん、そのナウでもあってやっぱり、そうやね、はい、だからちょうどあの夏場に、うん、なんていうの、この勝てない時期っていうのは、はい、行くの嫌やっていう時なかった。いや、そんなことはなかった、はい、大丈夫です。常にいい笑顔でね、はい、やってましたけども、はい、毎週も応援の気持ちを込めて、次はやっぱ予習があったじゃないですか。まあ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 ね、はい、なのでその予習のために50何回やっていくと、はい、偉いもんでみんなこなれてくるよね。こなれ、まあ、はい、そう、みんなこなれてきて、はい、最終的にあの辻尾さんのあの解説とかっていうのが、はい、あれが面白いっていう人めちゃくちゃおったの、はい、いやもう辻尾さんの解説はすごい、もうね、ほんと分かりやすかった、はい、あんた来た来た、わあすごいおしゃれ、ありがとうございます。グッズ担当の方にこういうことさせて、ほんとありがとうございます。すごいおしゃれ、わお、フィタデコシにね、はい、今年1年 ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。皆さんも一緒に飲みましょうね、はい、これね。今年は本当に1年終わってみて、はい、笑顔で乾杯できるぐらいになったもんね。そうですね。印象的なものってあった？1年間この杖源ナウでのこの印象みたいな、うん、でもいいよ。やっぱり、うん、タツが行くですかね。あ、なんか自分のコーナー、自分の名前のコーナーを持ってたっていうのが初めてで、人生で、もう嬉しくて、はい、まあでもあのコーナーも良かったし、うん、あれでいろんなところのね、はいはい、ホームタウンのところのいい場所なんかも知ることができて、知らないところあったからね、はい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 、あとやっぱりさっきも言ったけど、みんなそれぞれ50回もやっていくと手慣れてくるもんやけど、うん、はい、タツのコメントのこの伸びしろがないのが良かったね、あんまりね。まあそうですね、うん、おかしいな。あのタツ言うとくけど、はい、タツがこうなんつうの、シャープに、はい、流暢にコーナーとか、はい、そういうようなインフォメーションとかをこなしていくと、はい、多分、うん、あの見てる人離れていくよ。あ、本当ですか。じゃあそのままでいいですか、うん、そこはもうな、リンカちゃんとかに任せれる、ね、ちょっと待って、でもタツーはもうこの来年の春で卒業、うん、はい、大学卒業します。就職やん。はい、どうすんの。え、アイドル一本で。あの、はい、手のいい言い方したけど、間違えてもフリーターではないので、うん、あ、ニートじゃない。あ、ニートか、ニートじゃない。アイドル一本でいくって、はい、まあでもね、まあそういうふうな思いで、はい、またちょっとこう北陸アイドル部も支えていくっていう部分もね、はい、もちろんです。もう北陸アイドル部の中のベテランにもなるわけやから。まあそうですね、上の方になってきましたね。そうやね、はい、引っ張っていかなあかんし、はい、で来年にはやっぱこのポストも他のやっぱ後輩に譲ったりとかするわけ。いやー、そこはちょっと立つポジションなんとかなんとか守る。ここは譲りたくない、ね、はい、守りを、はい。そういえば、毎週スコア予想で 4-0 予想して、 4-0 予想しだした。はい、見事ずっと外れた。ずっと外れちゃったんで、うん、来シーズンはなんとか 4-0、 もう1回でもいいので、うん、見てみんなでお祝いできたらなと思います。それということは、うん、来シーズンも 4-0 はずっとキープするわけやね。あ、そうしようか。え、増やします。ほら、増やそうよ。5-0 とかにします。いや、もうこのままいつか当たるから、うん、もう行こう。 4-0 の方がいいですか。で、じゃあ来シーズンは、はい、来シーズンはぜひ 4-0 で、うん、はい、予想していきたいと思います。来年の抱負は 4-0 やったよね。はい、そういうことね。わかりました。じゃあまた来シーズンも引き続き、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。
さあここからは杖源金沢アンバサダー辻尾慎二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやお誕生日おめでとうございます本当ありがとうございますね。もうあんまめでたい年でもないんですけど、いや、ま、えいくつになったんですか。36になります。いやまだまだ36って言ったらまだもう油乗ってますよ、はい、ですかね。僕らも油抜けてきてますよいやいやそんなことないですよ。いやでも、はい、よかったね。ね今シーズンはちょっとあの辻尾さんここのシワとね、はい、ここのシワ結構見たよ。なってました。なんか こんな感じになってるのを結構、はい、プンプンコーナーみたいなね。いやだいぶ消してたつもりやったんですけど、ねええ、ちょっと出ちゃってましたかね。出ちゃってるし、はい、まあでもみんな頑張ったよねみたいなね。そうですね、みんな頑張りましたし、うん、まあ、サポーターの思いっていうのをより感じたシーズンでしたね。そうそう本当に。いや今までこの J2 に上がって、はい、あのサポーターのこのなんていうんですか、熱い思いっていうのが、うん、一番伝わりませんでした。そうですね、あの2016年の入れ替え戦行った時も、まあ、かなり伝わりましたけど、うんうん、あの時と同じようにやっぱりその愛というか、はいはいはい、思いっていうのは伝わりましたね、はい、あの思ったのが、はい、その時っていうのはやっぱりこう声を出したりとか、うん、そのこの歌を歌ったりとかっていう思いで、はい、サポーター一人一人が自分の思いを表現できてるじゃないですか、うん、はい、そうですね。今シーズン無理やったんすよ。そうですね、だからよりサポーターの皆さんもこうもどかしい気持ちというかね、うんうん、そういうのこうストレスが抜ける場がなかったというかそういう思いだったんじゃないですか ね, そうですね、はい、だからもうシーズン途中で怪我人が出てきたりとか、はい、ちょっと戦える人数もちょっと限られてきたりっていうのもあったけども、うんはい、もうその選手チームを信じてね最後まで。そうですね、よかった。いや本当によかったです。よかったですよ、はい、でこのよかった J2 残留っていうところを受けて、うんはい、今いっぱいね新加入とかたくさん来てますね。ちょっとじゃあ先ほどね、はい、あの豊田選手が、はい、もう帰ってくるということがちょっと発表されました、ねはい、僕も同い年なので、ええはい、高校選手権でも戦った。あそうかそうか、はい、高校3年生の時で、あの途中本田選手が出なかったから、あそうです、片芝が勝ったってやつですね、はい、そうですそうです、めちゃくちゃ楽しみですね。やっぱり交流とかはもちろん、まああのアンダー19とか20の時に一緒にやったことあったので多少ありましたけど、うん、まあ、そこまでこう密な関係ではないですけど、またこう一緒に仲間になったので、ね、あ楽しみです本当に。いやだってもうトスでね、うん、結構得点を重ねたりとか、はい、あとベストイレブンとかっていうのも経験してるから、はい、 ね、うん、そのなんていうの経験っていうのはこの後輩たちっていうのはやっぱり影響あるの違います？いやもちろんそうだと思います。もちろん試合で活躍するのは一番ですけれども、まあ、練習の中で彼から盗めるものはたくさんあると思いますし、まあ、彼あの人間的にも素晴らしい人間っていうのはよく聞くので、うんうんうん、まあ、そういった面でもいい影響があるんじゃないですかね。あいいですね、はい、でなんかいろいろガンバからとかポルトガルからとかいろんなこう情報がいい情報も入ってきてますし、はい、続々と契約更新の選手なんかも出てきてますし。そうですね、来年どうすか。いやめちゃくちゃ期待しちゃうんですけど、ね、期待できますね本当に、まあ、後藤選手とかねちょっと抜けたのは痛いですけれども、うんうん、まあ、それを補うだけの戦力っていうのは集まりつつあるんじゃないですかね。いやまあでもその残留が決まったっていう夜の一杯はどうでした？最高やった。いや最高ですね。でも、まあ、やっぱりあの忘年会とか今わりかしこう、うん、出れるようになってきたので、まあスポンサーの方とかにお誘いいただくこと多くなったんですけれども、うんうん、本当にみんな喜んでいただいてて、もう本当に嬉しいですね。じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あーいいなー、うん、まあでもあの寂しさもありましたよね、作田選手の。そうですね、うん、そういうのもありましたし、まあ、対談する選手も、ね、金子選手とか長くカナダにいた選手がいなくなりますけれども、うん、まあ、ここからまたスタートなんで ね、 そうね、はい、まあ、彼らがまたいい人生を送ってほしいですね。ご自身もやっぱりそういうふうに、はい、まあ、チームを離れてっていうことがあったじゃないですか、たくさん、はい、こういう時の思いっていうのはどんなんですか。いやまあその時は本当に寂しいですし、うん、ええ、まあ、やっぱり悔しさもありますし、うんうん、はい、何とも言えないもどかしい気持ちというか、ええっていうのはありますよね、うん、まあ、あとは本当にこの時期こうチームがすぐ決まればいいですけれども、はいはいはい、もうなかなか決まらずに、うん、あの年越す場合とかよくあるので、やっぱそういう時はもう本人もそうですけど、はい、家族もねかなりこう心配する時期ではありますよね、うん、いやだから本当につくづくこうね華やかな、うん、まあ、職業だと思うんですよ、はい、ピッチの中を駆け回ってサポーターから声援を受けて得点を取ったりとか守ったりするとみんなで喜ぶっていう部分ではね、はい、これいざこういう今の時期っていうのは過酷やなって思ってまうんですよね、まあ、そうですね、
はいね、もう本当にずっとチームが決まらないこともありますしね、まあ、僕もその正義に入るときは本当に3月まで決まらなかったので、もうどうしようかなと思っても、あの制限に来る前はそうです、2014年は、まあ、3月まで本当になかったので、一人でも走ってましたよ。ということはあの時はもうキャンプはじゃあ、いやもうキャンプどころかもう開幕して2試合か3試合消化した時に練習参加して、じゃあもうすぐ取るって言って入ったんですよ。だもう引退しようかと迷ったんですよ。うわー、はい、そんな状態やったんですね。そうなんですよ。そこから、はい、そこから1年で上がったんですか、ね、そうですそうです、立役者じゃないですか。ありがとうございます。はい、まあ、でも正直いろいろなチーム行ってね、はい、でそういうところのチームとフルスと対戦する時とかに、はい、そのゴール裏とかに行って挨拶するじゃないですか、はい、やっぱりいい拍手とか、はい、相模原なんかもう、はい、いや思ってますよ。いやもう嬉しいですよね。スエスタの時でも声がかかるわけじゃないですか、はいはい、そうですね、もう嬉しいですああいうのは、ね、はい、いやだからまあちょっと選手はね、うん、もう本当に大変やと思いますけども、はい、うん、じゃあ2022年、はい、通常戦にとって、はい、そしてこの番組にとって、はい、どんな年にしたいですか。どんな年にしますか、ね、やっぱ下でね、あの落ちるとか残留とかっていう思いが僕はすごくしてたんで、はい、次はちょっとこう上を見てちょっと頑張りたいなっていう、はい、そのなんかこう雰囲気を作っていければなっていう。そうですね、はい、目標平均動員数とか、はい、ちょっと上げたいくないですか。上げたいです。今年結局どのぐらいですか。今年は2500人ぐらいですかね。2500、はい、3000は絶対行きたいですね。もっと多分もっと5000、もっと5000ぐらいを目標にしてるんじゃないですかね。あの部長は、部長中山部長は、部長今遠くにいるんでね、うなずいていただける。来年の目標5000、ね、4000になりました。皆さんまずは、まずは4000、はい、とりあえず上半期ぐらいちょっと4000をそうです、ね、で目指して、もうそれ好調になればね、はい、またどんどん上がるから、そこからちょっと5000、はい、5000に変わりました、はい、まあ、豊田選手来たから小松からたくさん来てくれるんじゃないですか、ね、そりゃそうでしょう ね、うん、その効果は間違いなくあると思いますよ、うん、はい、だから本当に見たいなって思う、元日本代表ですから、うん、そういう部分ではね、はい、ぜひともあの西武緑地公園のピッチを赤色の服着て駆け回ってる姿、うん、はい、そうですね、見たいな、はい、も僕も営業なんでガンガン小松の方に豊田選手のチラシ持って。マジですか。行きますよ。僕もちょっと小松のガンガン飲みに行きますよ。飲みに行った。ちょっと小松好きなんで、小松もいいですよね。小松めちゃくちゃいいところですから、いいす、ね、はい、じゃあぜひとも来シーズンも一つ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ続きましては、皆さんリンタンでーす、お願いします。皆さんこんばんは、北陸アイドル部のファンタジスタ、サッカー大好きリンタンこと三井リンカです、お願いします。あのね、はい、同じ北陸アイドル部なんですよね、はい、タッツーとね。あ、そうですそうです。なんかねちょっとこうやっぱ雰囲気が違いますね。優しくしてあげようかなと思うタイプ。なんかタッツーはなんか打たれ強いから、ちょっとこう突っ込んだ方が面白いのかなみたいな。だからまあもちろんアイドルとしてまあ歌を歌うのはもちろんやけども、はい、この制限に関わるようになってからは、はいはいはい、ね、いろいろとスタジアムで喋ったりとか、たい平さんの横に並べたりとか、やりましたよね。はい、でこの番組、この配信番組も2回代理で2回出ました。ね、タッツーがお休みの時に2回出て、はいはいはい、あのまま俺ずっと変わっていくんかなと思ったりとかしたんよね。いやすぐ戻りましたね。すぐなんか戻った。ありがとうございます。じゃあまずは、はい、今年1年お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様です。いただきます。どうでした、あの今年1年はシーズンは今年1年、はい、自分的にアイドルとしてっていうのと通営芸に関わってっていう部分で2つ、はいはいはい、去年とかだとそのスタジアムで MC させてもらう機会はあったんですけど、はいはいはい、ずっとレギュラーとかじゃなくて、うんうん、誰かの代理とか、うんうん、ゲストで出てくださって、それももちろんありがたいんですけど、うんうん、でも今回は1年間タツと一緒に、うん、あのレギュラーでずっと毎試合やらせていただいて、ね、本当に毎試合思ってたのが、やっぱサッカー好きだから、こんな J リーグの舞台で普通できないじゃないですか、まあ、そういう経験って。言った他のチームから考えても、やっぱああいうところって華やかな世界やからね。はいはいはい、うん、だからそこに
あの携われたことも嬉しかったし、うんうん、今年の、ね、1年は特に津営業にお世話になって、はいはい、先日公開されましたけど津営業の来年のユニフォームのモデルとか、うんうんうんね、ウェイズのモデルとか、うんうん、あとはあれですね辻尾さんと一緒に報告会の司会をやりまして、そう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 、やったね、やったね、あれは緊張しましたね本当に。そうなんよね、あの僕らがちょうどタッツーとね横の部屋で配信してる時にもう言ったらそのスポンサーのお偉い様方がこういてる中で辻尾さんと二人で、はい、いやもうリハーサル最悪やったんですよ自分が、もう全然めちゃくちゃ噛んだし、うん、もうどうにかあの本番成功させないとって思ってたら、うん、やっぱ本番に強いんですよね、本番に強いんやね、私辻尾さんも言ってたよね、はい、褒めてくれて、うん、終わった後スタッフさん、ハイダさんとかもみんな、うん、なんかうわお疲れみたいな、うん、自分がもうタイトル取った気持ちでした。タイトル取ったあーなるほど、でも本当やってみて初めてのことをやってみるっていうのは不安やん、はい、不安でした。でもそれをやったことによって自分の財産になるから、はいはい、また次初めてのことやってみたいなって思ったりするんだよ、ね、来年はどう？来年はですね、うん、そうですね、来年はもう、うん、またもっと津営業に関わりたいと思ってるし、ね、もうなんならキックインセレモニーしちゃうぐらい、うん、やりたい。おー、いいね、いいね。いやでも今年は正直ね、はい、あのみんなサポーターの人も信じてたけども、うん、どっかでやばいちゃうかなっていう思いがあったと思うねんけども、うんうん、残留一番信じたのは選手やからね。そうですね、うん、ゴールが決まって、ね、あっこまでなんかサポーターと選手が団結したシーズンって今年が一番すごかったと思いますね、うんうん、今年は本当に一つになったし、はい、だからねこういう思いをしたから2022年っていうのはちょっと違う津営業が見れるような気がする。そうですね、じゃあちょっと、はい、来年もねぜひともこの番組、はい、関わることも出てくるでしょうね。ぜひ呼んでください、ねね、あとスタジアムのまたその前でもリンタンとタッツーのステージ MC を楽しみにしている人も多分おると思うんでね、はい、嬉しい。あそこやっぱり一般なんだ、楽しいやろ。楽しいです、試合前にね、はい、私たちって入りも早いし、うん、最初2時間とか3時間前ぐらいから始めるんですよ、うん、 そうね、そしたらやっぱさすがにすごいあのゴール裏にいるサポーターさんとかしかいなくて、うん、ちょこちょこちょこって感じなんですけど、はいはいはい、やっぱりあの新潟とか京都とか、うん、アウェイのサポーターさんも多いから、うん、その時は盛り上がってやっぱ楽しいですね。本当やね、だからもう来シーズンまたこう北陸アイドル部としてなんかステージで歌ったりすることもできればいいね。本当ですよ、みんなで歌いたいし、ね、盛り上げてね、はい、ね、パピプパピプペポジティブそうです、それね見てくれました。あれもうパピプペポジティブやもん。ありがとうございます。あれはポジティブな曲はいい、はい、あのじゃあまた来年、来シーズン2022シーズンもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続きましては津営業金沢広報の山本茜ちゃんです。お願いします。はい、お願いします。去年の今頃っていうか今年卒業でしたよね大学。そうです、3月で卒業して、ね、で4月からの入社で、はい、この津営業ナウはまだ、大学の時のインターンシップで、はい、天の声をやった。そうですね、2月とかにインターンできてて、でその時に天の声させてもらって、例えば どうです、他のやっぱり会社とかもこうちょっと見たりしてたんでしょ、就職っていうので。いや、あんまりしてなくて。あ、してなくて、はい、もう J リーグのクラブに。もうサッカーのこういう J リーグに携わった仕事がしたかった。はい、そうですね。他にもいっぱい行ったの？いや、何個かなんですけど、そんなに行ってないです。そんなにも行ってない。生まれが愛媛で、はい。そうです。育ちも愛媛で。はい、もう高校までずっと愛媛。愛媛で、で、はい、大学が京都。大学京都です。で、その卒業からすぐに金沢の津営業に来たと、はい。サッカーの仕事に就けたっていうことはやっぱ嬉しい。そうですね。もう嬉しいです ね、やっぱり。でもインターンシップの時に、はい、こういうことをやってるチーム何ちゅうことやってんねやっていう風な思いはなかったでもなんかその、うん、いろんなことをもう社員の皆さんでやっちゃうじゃないですか、うん、津営業って、はいはいはい、それがもうすごいっていうか、面白いというか。なるほどね、もう部長筆頭にどんどんことをねやりますもん、はい、でもやりがいとかこれやってみてどうですか、はい、いやもう
楽しく仕事させていただいてるっていうのがもう一番だなっていうのをすごい思うんですけど、まあ、新卒で、まあ、何もわからない状況で、まあ、たくさんの人に迷惑かけることもあったんですけど、この1年間でもいろんなことを学ばせていただいて、こうやって楽しく仕事できてるっていうのがありがたいです、ね、本当に。だから1年目でちょっとハラハラドキドキのシーズンやったんですよ。はい、もう私が来たからなったんじゃないかって言われるんじゃないかって。それは言われてない。言われてない。それまで言われてない。そっか。じゃあ今シーズンちょっとお疲れ様でした。はい、はい、エアでね。そうか、まあ、さっき話聞いたらなんか面白いことばっかりやってるっていうね、はい、提言金沢って言ったらマジンガー Z が来たりとかもう水木一郎さんが来たりとかね、もうそういう風な企画とかってこうそばで見てるわけじゃないですか、はい、あんな見ててちょっとどう思うみたいな、話聞かれたりとかするの？いや、どうもう面白いでしか。ワクワクしてます。勝手に、まあ、だから自分もこんなんやりたいですっていうのはまだ今のところは。そうですね、なんか今後でもちょっとあるでしょ、こんなしたいなっていう。ありますかね。まだでもコロナ禍やから、はい、なかなかこうそのステージイベント的なことは無理かもわからんけども、まあ、今後落ち着いたらね、はい、ちょっと中山さん筆頭にまたなんかこうドカーンと面白いことやりそうな。そうですよね、また来年もイベントはあると思うんで、うん、そこも皆さんと一緒に楽しみながら。そうそう。で今シーズンもいろいろと天の声してもらいましたけど。はい、嫌じゃなかった？嫌じゃないです、楽しいです。あの来シーズンも多分いっぱいしてもらうことになると思うけども。はい、ぜひお願いします、ね、どうですかね、来シーズン2022シーズンはあの茜ちゃんとで、どんな1年にしたいですか？この1年で、まあ、学んだこと含めて、うん、来年もっと成長していけるように、個人としてもちょっといろいろ発信していけるように頑張りたいと思います。はい、いろいろ発信するように頑張りますので、ぜひとも皆さん見てあげてください。よろしくお願いします。お願いします。あ、今年1年本当にありがとうございました。ありがとうございました。茜ちゃんでした。さあ2021ツーゲンナウ、トリでございます。トリはもうこの方でしょうね。グッズ担当の女、中野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうあの中野さんはもうとにかく今年1年変わりすぎたね、はい、そうでした。もう容姿がまず、あそこね、そうですね、うん、はい、だって、はい、これもしあれやったら写真案にやって今パッと出したいぐらいもね。どの辺までありました？だいぶありました。胸上、下かなぐらいまで。ぐらいまで。はい、で、30センチ。切ってしまうと、そっからまたちょっとずつ切りますよね。あ、そうですね。ショートってすぐ切ります、うん、本当に。でしょ、はい、なんか、まあ、ちょっと跳ねんの嫌や思ったら、もうちょっとはい、切ってしまおうとか。今も結構だね。はい。どうですか、グッズ担当ね、ずっとまあされてて、はい、グッズ担当の女でもう、うんうん、もう有名人ですよ。今あのインスタとかのフォロワー数ってやばいんじゃないですか。あのツイッター、うん、さっき見たら4000人になったんですよ。4000人ってもうちょうどちょっとあの北陸アイドル部アイドルタツ4倍やね。え、リンタン多いね。リンタン多い。いや、でも2500。うわあ、多いわ。4000。すごい。これえ他のやっぱり J リーグのサポーターの皆さんなんかもやっぱりフォローしてくれてるんやろね。あ、そうですね、多いはずです。なんか最初の方くらいに、うん、なんかアンケート取ったんですけど、まあ、全サポーの人も多かったですけど、やっぱ他サポーの人もある程度いらっしゃいました。衝撃。じゃあちょっと4000人に乾杯しましょうよ。ちょっとすいません。ありがとうございます。これなんすか？これはあのレモンサワーです。あー、初のアルコールが出ました。ちょっとハラハラドキドキのシーズンやったから、いやちょっと今もちょっと落ち着けました。はい、まあ残留して一安心ですよ、ね、本当。え、1年間でどこ一番落ち着けるんですか、うん、やっぱだってシーズンキャンプとか入ってくるとグッズもやっぱりいろいろ開発していったりとか。そうですね、ね、はい、バッパしますよね。割と開幕して1ヶ月後、うん、まあ、4月あたりに1回ちょっと落ち着くかなって感じですかね。落ち着くかなっていうね。なんとなくホームゲームも慣れてきて、でもまた夏になったらそのサマーユニットみたいなのが出てくるから、はいはい、そういうのに向けてね、シーズンが変わる変わるほどやっぱりいろいろなアイテムも必要になってくるじゃないですか。そうですね、飽きちゃうのでね、毎年同じだと、ね、ほんで一人でずっと考えたりするのも大変やと思うんですけども、はい、まあ言ったら後輩でね話を盛る人間がね、うんうん、グッズ担当いるじゃないですか。役立てます？立ってます。
笑ってるけどあれ盛りすぎですねちょっとなお見てましたけど、ね、あの言うてもないことが来てますみたいなね。そうでもあれはあれでまたいろんな人のキャラクターがついていいですよね。そうですね、各々ね。ね、はい、だからまたこう見てる人とかが、うんうん、ちょっとあのグッズの売り場で渋谷くん見たら、はい、ちょっと持ってみてみたいなとかね話もできるわけやし、確かにつかみは OK になるわけですね。そうですね、どうですか、なんか今のグッズでも今度は新しいユニフォームに変わるわけじゃないですか、はい、だから毎年毎年そういうのはやっぱりちょっとずつ変わるんですか、いろんなものが。定番のものなんかもやっぱり、ね、まあ、よく売れたものは継続して来年もですけど、うんうん、まあ、でもなんか需要に合わせてお客さんからこういうの欲しいみたいなの聞いて、うんうん、あ、まあできそうだったらやりたいなって感じ、はいはい、もちろん杖源のグッズもそうですけども、今日それ今着てるウェイズ気づいてくれました、はい、気づいてますよ。あ、本当ですか、ありがとうございます、そう、自分だけずるいなみたいな感じでめちゃくちゃあったかいんですけどあの、ね、1月から販売予定となっております。あ、ここにちょっと、ね、こうウェイズっていうのが入ってて、はい、はい、そうなんですよ、シンプルでここだけなんですけど、うん、そうですね、後ろとか何も入ってないですね。後ろも全然、はい、まあ、またあのなんかこんなもん作ってほしいというのがあったら、はい、またちょっとねツイッターとかでも、はいはいはい、まあ、何せフォロワーが4000超えてますからね。そうなんですね、新スタジアムももうね、できるのそこの目の前に来たわけじゃないです か、ね、だからここからやっぱりこの残留をきっかけにやっぱりガーッとこうね盛り上がっていきたいですし、はい、ですね、ね、あの2021シーズンの先ね、ちょっとまだカメラ前回る前に振り返らんといてくださいって言いましたよねなんかもう何も覚えてないから、あっという間すぎて本当に覚えきれない、覚えきれない、いろんなことありすぎたでしょ、ありすぎましたね、本当、うん、ということで2022年もいいシーズンになりますよね。なりますよ、きっと、ね、もうぜひとも皆さんね、あのホームにはあの足運んでいただいて、またいいグッズ出ますから、はい、ぜひともそちらの方もお買い求めください、ぜひ。いやということで締めですから、ちょっとあの、あ、そうですよね、年末の挨拶をね、年末の挨拶、年末の挨拶ですよ、はい、何言うか分かります、年末の挨拶、良いお年を早いわ違いますか早いわ、それではね、つえげんの皆さんね、2021シーズンありがとうございました、ありがとうございました。そしてつえげん金沢の、ね、応援もね、皆さんありがとうございました。さあ来シーズンガーッと飛躍するように、皆さんまたね、ちょっとここは力を蓄えて、そうですね、新しいシーズンを迎えて、また1月9日にね出陣式ありますから、そこからまた皆さんね盛り上がっていきましょう。ということで皆さん、良いお年を、良いお年を、来る来る来る、良いお年を。まさかの良いお年をかと思いきや、はい、いいですか、はい、最後に、ね、締めを言ったはずなのに締まらないっていうね、はい、そうですね、はいはい、今シーズンステージ MC をさせていただいたタツとリンさんが、はい、では最後の締めを行かせていただきたいと思います、まあ、今シーズンは、うん、まあ、すごい印象に残ってることがあって、何何何、そのステージ MC を2人でやったっていうのももちろんなんだけど、うん、はいはい、3月ぐらいに片町キララで、うんうん、ウェイズのポップアップショップみたいなのが、うん、覚えてる、うん、あれを2人で、2人で行って、そう、2人で行ったよね、あのレッスンの前に、そうそう、ちょっとリングがミクを誘って、うん、そうそうそう、お願いみたいな、うん、1人でちょっと心細いからついてきてって言って、うん、ついてきてもらったんだけど、うん、なんかその時ってまだ多分シーズンも始まってないぐらいで、なんか普通にミクとあのメンバーとして、うんうん、なんかその2人で特別に遊んだりとかしたことなくって、確かにね、だけどそこに行ったことによって、うん、リンがミクに言われて嬉しかったことがあるね、何覚えてないかもしれないんだけど、あのお買い物します、はい、リンカも買ってミクも買って、うん、そのままじゃあレッスンおたあの、うん、一緒に行くよっていう時に帰りに、うん、ね、今日めっちゃ楽しかった、うん、今度2人で、うん、カフェとか行こうみたいな、お買い物行こうって言ってくれたの、うん、それ多分スニーで撮るから全然覚えてない、すっごい嬉しくって、うん、でもまだ行ってくれてないんだよ、ね、そうですけどね、って、もう忙しいんですよ、もう自分も、いや、あなたよ、あなたがそう忙しいんですけど、うん、でもなんかそのステージでも、うんうん、まあ、毎回一緒だし、はい、すごいなんか
今年一番多分喋ったメンバーだと思うし、ホームセンあったらもう、ね、毎週のようにっていうか2週間に1回も朝から夜まで一緒にいるじゃん。他にもなんか、うん、ちゃんと J リーグに出させてもらっても嬉しかったし、ミクは本当に常言なのでめっちゃ成長したと思う。ありがとうございます。やだ、褒めてもなんかやだ照れちゃう。そう、なんとか見てても、うん、ちゃんと大平さんと辻野さんとか喋ってるし、うん、あのなんか自分の言葉でちゃんと全部喋ってるっていうのが、うん、嬉しい。すごいと思って、はい、じゃあ乾杯しましょう。今シーズンお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯、うん、やっぱサッカー好きな2人だから、うん、日常的にも会話が合うんだよね。そうね、もう定期公演の日とかもさ、試合が被ってたら、うん、終わった瞬間2人で速報を見て、うん、ね、写真撮ったり、あとなんだろう、 LINE もね、 LINE やばかったね。今年の LINE もみんなに見せたいけど見せれないくらいやわ。ここでじゃあ北陸アイドル部からインフォメーションいきたいと思います、はい、じゃじゃん、北陸アイドル部6枚目のシングル Tomorrow がただいま北陸の蔦屋さんとファミリーマートさんにて発売していただいてます。はい、いかがですか。いや、こちらは、うん、もちろん皆さんがご存知の岡本真代さんの、はい、大人気、はい、涙の数だけ強くなれるよ、はい、うん、Tomorrow という曲ありますよね、はい、その曲を私たち北陸アイドル部がなんと今回カバーさせていただきました、はい、アイドル部があのカバー曲を出すのは、うん、去年発売した木綿のハンカチーフ以来の、はい、木綿のハンカチーフ以来の2枚目なんですけど、はい、今回のこの曲にはね、うん、3曲入っておりまして、はい、Tomorrow と、カップリング曲として、うん、ごめんねトワイライトとビビットデイという曲が入ってるんですけども、はい、まあ、トゥモローはもちろんカバーさせていただいたので、はい、北陸アイドル部らしくも歌い上げていて、うん、まあ、そのごめんねトワイライトと、うん、ビビットデイが今までにないんですよね、北陸アイドル部に、うん、なんかないような、今までも結構その元気、うん、はい、かっこいい、クール、おしゃれ、かわいいとか、うん、はいはい、なんかいろんな曲のテイストがあったけど、うん、またさらにそうね、また一段階上がった。なんかアーティストティックな感じになってるんですよ。ね、本当なんですよ。結構いますよね、アーストティックって。アーストティック。あ、すみません。アーティスティックでした。アーティスティックな感じです。ごめんね、トワイライト聞いた時マジで感動した。うん、そう、かっこいいもん、ね、聞いた時ね、うん。本当にかっこよすぎて。ぜひもうゲットしていただきたいなと思います。はい。はい、そして買っていただいた特典も中に入っていて。そうなんですよ。中にシリアルコード入りの、はい、シリアルコードナンバーが入っていて、それをファミリーマートの、うん、あのコピー機に、はい、でコピーしていただくと誰か、うん、はい、メンバーの誰かの写真がランダムで出てきますので、タッツーとリンタンとあとその他メンバー出してください。はい、ぜひぜひタッツーとリンタン出るまでつえさぽさんを買ってくださいね。お願いします。お願いします。はい、というわけで今年1年、はい、本当に成長できました ね2人で、はい、2人でもう MC させていただいて、楽しい楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございます。というわけで来シーズンもよろしくお願いします。はい、皆さん良いお年を。良いお年を。バイバーイ。